はい、ラジオのね、おなじみの子ども電話相談室がですね、29日で終了というですね、もう50年にわたる超長寿番組だったんですけども、終わるそうですね。でも相談っていうのはあれですよね、言ってみれば、車酔いを必死で我慢する子供みたいな感じですね。どういうことかって、乗ってこたえる。相談というのは乗ってこたえると。ねずっちです。恐ろしく強引ですが、今、ロケ中です。また。